アブエルベ・コンディータ1493ローマ建国史は紀元前17年頃にリウィウスによって書かれたとされる歴史書である。本書はローマ建国から始まってアウグストゥスによる帝政誕生までの歴史を叙述した歴史書であり、本来は142巻から構成されていたが現存するのは第1巻から第10巻。 第21巻から第3次マケドニア戦争について記述した第45巻である。その他の巻は断片及び後世のペリオチャへと題されたようやくのみ残る。1772年にはバチカン図書館からパリンプセストの形で約1000の91巻の断片が発見され、1986年には45からなる11巻の断片が発見された。 これらにより失われた巻の概要はある程度復元できる。リウィウスのローマ史は後にダンテによって評価されたことから多くの歴史家によって参照された。リウィウスは本書の序章でローマの発展をもたらした指導者の活動がどのようなものであったのかを記録し、紀元前一世紀頃からの正常不安の原因である道徳的な腐敗を描き出すことを目指していると、 述べている。そして読者には、ローマ国民がいかに生き、どのような風俗習慣を持ち、どのように領土を拡大し、またどのように風紀が乱れていったのかを読み取ることを求めている。本書ではまず、ロムルスとレムス兄弟のローマ建国に至る物語が示されており、ローマ人によるサビニ族の女の略奪、ローマのホラティウス三兄弟とアルバのクリアティウス三兄弟の闘争、 ホラティウスの姉妹とクリアティウス兄弟の一人の恋物語などが語られており、ローマ最初の執政官ルキウスユニウス・ブルトゥスが現れるまでの歴史が叙述される。また、カルタゴの将軍ハンニバルがアルプス越えを実施し、考えの戦いで勝利を収めて、ローマ攻略を目指す第二次ポエニ戦争の叙述も行われており、第三次マケドニア戦争では、 マケドニア軍が敗北して和平条約を締結する際にローマの将軍がギリシアの自由を宣言する話などが記されている。第三次ポエに戦争以降の共和制末期から帝政誕生に至る以降の末期は上記の通り現存しないが最終末期では紀元前9年のダイドルススの死までが取り上げられていることが判明している。ニッコロ・マキャベリは この師書の注釈という形で、独自の指論を展開し、ディスコルシを表した。ありがとうございます。